はい、トムでーす。今日はよく子供の頃にやったかもしれませんが、こうやってね、これ鉛筆じゃないんだけど、鉛筆をぐにゅ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 ってやると、ほら曲がってるように見えるじゃない、ね、これについてお話ししますね。その前に、僕ね、日々たくさんの雑学やたくさんの動画の方をねアップしてますんで、そのたくさんに埋もれる前に保存ボタンの方をよろしくお願いしますね。それが僕の応援につながるからね。実はもう一回やるけどね、これグニ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 って曲がってるように見えるやつね、これね、正式な名前があります。これね、ラバーペンシルイリュージョンっていうの。ラバーペンシルイリュージョンね、そんな感じなんで、ただそれを伝えたかっただけだよ。みんなに教えてあげてね。そんな感じでした。